皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、大変長らくお待たせいたしました。ファンレター届いたので紹介していきたいと思います。長くなるので寝る前とかに見ていただいたらなと思います。まずじゃん、こんな感じの袋に入れてくださったんですけど、前回のファンレター紹介の時にブルームボックスにたくさんプレゼントを詰めて送ってくださった方なんですけど、今回も、とんでもないものが送られてきておりまして、本当にちょっと鳥肌が立った感じなんですけど、まずお手紙ありがとうございます。前回のプレゼントとってもめちゃくちゃ嬉しくて、今本当に愛用しているものとか本当に実用的に使わせていただいているものとかもたくさんある中で、失礼だったかなっていうことを書いてくださったんですけど、本当にもう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。それで今回はプレゼントを選んで買ってきてくださったということで、いやもう本当にちょっと感動してしまったんですけど、まずはですね、本当にびっくりするんですけど、まずはこちらです。じゃん、マックの袋なんですけど、アリアナのとコラボした時のグロスを入れてくださいました。ありがとうございます。いやめっちゃ嬉しかったです。マックのリップ系のこのバニラっぽい匂いがすごく大好きで、って言っても私1本しか持ってなかったんですけど、初めてです。クロスはビバグラムアリアナグランデっていう色かななんですけど、こんな感じです。ピンクの可愛い感じなんですけど、塗ってみると思ったよりピンクみがかる感じじゃなくて、キラキラが唇に乗る感じで、すごく可愛い色でした。こんな感じです。自然にキラキラってなってくれるので、すっごく可愛くてお気に入りです。大切に使いたいと思います。ありがとうございます。これだけでももう本当に心臓バクバクするぐらい嬉しいんですけど、さらにですね、こちらのクリニークのリップスクラブを入れてくださいました。すんごい前なんですけど、本当に前の動画でこのトニモリのリップの匂いがあんまり好きじゃないって言ってたんですけど、これをこの間入れてくださったんですよ。これはね、全然こっちと同じような匂いがするわけじゃなくて、本当にほぼ無臭なんですけど、それがあったので入れてみましたってことだったんですけど、いやこれも大切に今本当に使わせていただいてます。もう結構半分ぐらいなくなっちゃってる感じなんですけど、それを気にしてくださったみたいで入れてくださいました。こんな感じです。この中のフォルムがですね、すごいマカロンみたいな感じで、こんな感じでリップグロスとリップスクラブが入ってるみたいです。こんな感じでマカロンみたいですごく可愛くて、匂いはね全然なくて使いやすいなと思いました。使うの緊張するんですけど、私すごく唇が乾燥しやすいので使いたいと思います。ありがとうございます。そしてですね、すごく前の壁紹介かなの時に、キティちゃんのスライドミラーを集めてるって言ったら、それを覚えてくださっていたみたいで、こちらの白熊のね、鹿児島限定のミラーを入れてくださいました。めちゃくちゃ嬉しかったです。キラキラでね、ここにもストーンがついてたりするんですけど、ここがミラーになってるもので、これすごく集めてるのでとっても嬉しかったです。ありがとうございます。恩返しができるように、楽しくなれるような元気になれるような動画作るので、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございます。次はですね、こんな感じの袋に入れてくれてハートも書いてくださいました、まひるちゃんです。まずはお手紙ありがとうございます。ですね、LDH 関連の動画から好きになってくださったみたいで、すごく嬉しかったです。趣味とかをね共有できるってすごいいいですよね。でまずはですね、もう使わせていただいてるんですけど、このエグザイルトライブステーションのクリアファイルをいただきました。ありがとうございます。英検の時にね持ってて使ったんですけど、クリアファイルっていくらあってもこう役に立つのですごく嬉しかったです。次がですね、びっくりしたんですけど、これ居酒屋エグザイルのミラーをいただきました。ありがとうございます。私今年結局居酒屋行けなくて、行きたかったんですけど行けなくて、なのですごく嬉しいです。こんな感じでここがミラーになってます。チャームもついてて、私学校にね持ってくミラーが大きいやつしかなかったので、これ持ってこうかなと思ってます。
リードスターのガチャガチャと缶バッジなんですけど、私ガチャガチャでヘアゴム1個も出なかったのですごくこれ嬉しいです。ありがとうございます。缶バッジもこういう柄の缶バッジを3代目バージョンを持ってたんですけど、多分これ持ってなかったと思うので、カバンにつけようかなと思ってます。ありがとうございます。そしてですね、じゃん、リュウトくんのハイアンドローのガチャガチャの首振りと缶バッジをいただきました。チェンジング缶バッジですね。ありがとうございます。ハイアンドロー結局行けなかった現場に行けなかったので、ガチャガチャ1回も回せなかったのでとっても嬉しいです。ありがとうございます。本当にまひるちゃんありがとうございました。こちらまゆさんからいただきました。質問が書いてあったので答えていきたいと思います。冬におすすめの保湿が高い化粧下地を教えてくださいってことなんですけど、エチュードハウス の紫のクッションファンデーションを使ってるんですけど、冬は、下地じゃなくてこう化粧する前にすんごいたくさん保湿をしっかりしてから化粧するようにしてました。それだとこう粉が吹きにくかったりします。チョコバナナちゃんのおすすめコスメブランドありますかってことなんですけど、私はやっぱりエチュードハウスとメイベリンかなって思います。プレゼントでですね、こちらのパックをいただきました。初めてこのパックは見たんですけど、使い方も丁寧に手紙の方に書いてくださって、ピュアスマイルから出てるみたいなんですけど、チョコレートパックなのかな、ショコラボっていうパックです。バナナとイチゴ入れてくれました。ありがとうございます。これ使うの割と楽しみですね。ではですね、こんな感じでマスキングテープでたくさんデコレーションしてくださいましたみさきちゃんです。まずはお手紙ありがとうございます。質問が書いてあったので答えていきたいと思います。キスマイで言ったら誰が好きですかってことなんですけど、私キスマイでこの人が特別好きって人がいなくて、強いて言えばキスブサとか見てて面白いなって思うのは千賀くんですかね。はい。初彼氏はいつでしたか。初彼氏は幼稚園ちゃんと付き合った彼氏は前も動画に出てきた柴漬けマンなんですけど、柴漬けマンとは中2の時に初めて付き合った感じです。将来の夢は何ですか。世界征服です。本当にたくさんプレゼントを入れてくださったんですけど、まずはこちら、いろんな試供品を入れてくれました。ありがとうございます。ではですね、こんな感じ でパックをたくさんいただきました。ありがとうございます。パックは本当に前回もたくさんいただいたんですけど、毎日のようにするぐらい好きなのですごく嬉しいです。ありがとうございます。こんな感じで本当にたくさんシールをいただきました。これはシールブック、なめこのシールブックで、なめこのシールとあとフレークシールをいただきました。ありがとうございます。あとはね、マステのお裾分けです。ありがとうございます。これめっちゃありがたいんですよね。いつもはね、これすごいちっちゃいサイズなんですけど、消しゴムのお裾分けもいただきました。ありがとうございますね。こんな感じでメモをたくさんいただきました。本当にたくさんなんですよ、この厚み。お手紙書くときに封筒はたくさんあるんですけど、便箋がねなくて、なのでとっても嬉しいです。今日はですね、こんな感じで切り抜きを入れてくれました。切り抜きなんてもういつぶりにもらっただろうって感じなんですけど、ガンちゃんとかの切り抜きだったり、あとはねビッグバンの切り抜きもいただきました。これ見てね、ちゃんと顔と名前を一致させたいなと思ってます。次はですね、こんな感じの封筒に入れてくださいましたちひろちゃんです。お手紙送ってくださったのが2回目っていうことで、質問をたくさんくれました。では答えていきたいと思います。その1、 YouTuber で家族作ってみてください、ペット付きでってことなんですけど、じゃあ私は三女、お姉ちゃんが2人いる設定で、一番上のお姉ちゃんが関根梨沙さんで、2番目がくまみきちゃんで、私が三女 でお兄ちゃんにはじめ社長がいて、でお父さんが正金さんで、お母さんが佐々木あさひさんで、ペットはねどうしよう、ペットって言って良さそうな人がいないんだよな。じゃあペットはソラチーさんがいいかな、可愛い感じが可愛いですごめんなさい。高校卒業したら YouTube 一本でやりますか、それとも大学とか仕事しながらやりますか。高校卒業したら、まずは自由人をやろうかと思って、それから人生考えようかなっていう感じです。半はですね、割といい感じの恋愛系の話なので、切手をつけてくださったので、お手紙で
お返事の時に書こうかなと思います。楽しみにしててください。まずはこんな感じでたくさん試供品をいただきました。ありがとうございます。あとはね、このピュアスマイルから出てるね、ファブリックスソフナーっていうやつをいただきました。初めて見た。使ってみたいと思います。この金のピン3本と、届いてるうちにね絡まっちゃったみたいなんですけど、これはちゃんと外しますね。なんだろう、ビー玉みたいなネックレスもいただきました。大人っぽくて可愛いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。お返事待っててください。でノーフットで入れてくれましたニナちゃんです。質問が書いてあったので答えていきたいと思います。ライブに行きたいんですけど勇気が出ません。どうすれば普通に行きますか。私初めてライブに行ったのが小学5年生の時のカトゥーンのライブで、それからもうライブの虜になってしまったので、まあ一回行けばあれですね、もうドンハマりしちゃうので気をつけてください。知り合いとか友達とかにライブとか好きな人とかいたら一緒に連れてってって言ったらいいんじゃないかなと思います。 LDH の中で一番好きな曲は何ですか。一番好きな曲ですか。一番でしょ、君とならかな。君とならがめっちゃ好きで、3代目の、うん、もう他もいろいろ出されると、あ、それも好きそれも好きってなっちゃうので、君とならってことにしましょう。3つ目、パックを買ったりしますがもったいなくて使えません。どうしたらいいですか。期間限定とかその土地限定のパックとか、私もその使いにくいなと思う時はあるんですけど、まあ、私の場合は動画で使うので、なんだろう、思い出にはなるんだけど、まあそうだね、写メとか撮って友達とお泊まりとかの時に使ったりすればいいんじゃないかなと思います。そしてプレゼントでですね、こちらフレークシールとおみりゅうのねキャラがを貼ってくれたこのポストカードをいただきました。ありがとうございます。このねおみりゅうもねもちろん可愛いんだけど、この iPhone のなんだろう、絵文字、顔文字、絵文字がすごく可愛くて、これ飾りたいと思います。ありがとうございます。次はこんな感じの封筒に入れてくれました。ゆいちゃんです。嵐の二宮くんが大好きなゆいちゃんらしいんですけど、私の動画からくまみきちゃんを知りましたってことで、私はくまみきちゃんから来ましたっていう人がすごくたくさんいらっしゃるので、なんだろう、とっても恐縮なんですけど、すごく嬉しいなと思いました。プレゼントで手作りのね絆創膏だと思うんですけど、こんな感じの絆創膏と、あとメモを入れてくれました。ドナルドでめっちゃ可愛いです。ありがとうございます。こんな感じの封筒に入れてくださいました。と名前は伏せてとのことだったので伏せたいと思います。私のジネのグッズ紹介の動画から飛んできてくださった方らしいんですけど、私の影響でチョコエッグを集めていますってことなんですけど、よかったです。チョコエッグね死ぬほど集まってるので、ギブアウェイとかの時に入れようかなって思ってるんで、ちょっとお待ちください皆さん。ジネのハヤトくんとリョータくんがファンらしいんですけど、新潟の追加公演 2days 参戦しますってことだったので、もしかしたら会えるんじゃないかなって思ってます。私も多分 2days いると思うので、よかったら声かけてみてください。じゃん、こんな感じでラミネートでですね、チャンネル登録1万2000人突破って書いてあって、かわいい。これここのねハートのキラキラとか一個一個入れてあるんですよ。私もこういうセンスが欲しいなと思います。はい、こんな感じで入れてくださいました。ひなのさんです。手紙も入れてくださったんですけど、 YouTube で公開 NG ってことだったので、プレゼントだけ紹介していきたいと思います。まずはですね、このプリンセスのシールをいただきました。お部屋に飾ってもらえたら幸せですってことなので、飾らせていただきたいなと思います。プロフ帳っていうのかな、はい、こんな感じのプロフ帳をいただきました。これすごい懐かしいな、私が小学生の時に流行りましたね。でサイン4枚お願いします、永久保存ですってことなんですけど、私まだサインがなくて、よくサインお願いしますって言われるんですけど、こんな感じで紙をいただいたので、なんか書いて送りますね。ありがとうございました。はい、こんな感じで今回は10通かなを紹介したんですけど、本当にたくさんプレゼントをいただきまして、もう感無量です。はい、でこれの紹介動画全部撮り終わって、10月中には
先月分と今月分のファンレターのお返しを送りたいなと思ってるので、もう少しお待ちいただけたらなと思います。でまだ紹介されてない私の内容どうしようどうしようっていう人もいると思うんですけど、本当にまだまだ大量にあるので、もう少しお待ちいただいたらなと、お待ちいただけたらなと思います。それではつくばなんでした。バイバーイ。